ロシアの新興財閥がプーチンの首に懸賞金、精神は不問、旧ソ連の共産主義体制の崩壊とともに台頭したオリガルヒ、新興財閥が、プーチンを捕らえるか殺した者に賞金を出すと投稿、ロシアのオリガルヒ、新興財閥の一人が、ウラジーミル、プーチン大統領の首に懸賞金をかけると表明した、ウクライナを侵攻した戦争犯罪で、プーチンを、 生死を問わず、捕まえた軍当局者には、100万ドルを支払うとしている。ソーシャルメディア上でこの検証金を提示したのは、企業家で元銀行家のアレックス・コナニキンだ。ロシアが隣国ウクライナに対する軍事侵攻を開始してから、丸1週間、西側諸国の政府や企業は、プーチンやロシアを支配するエリー、塗装に対する、経済的な締め付けを強化する方法を模索してきた。 ウクライナ侵攻に対する反発が高まり続ける中、現在はアメリカを拠点とするコナニキンが提示した懸賞金は、プーチン個人を直接的な標的とするものだ。コナニキンは3月1日に、Facebook にメッセージを投稿、ロシア及び国際法にのっとり、プーチンの戦争犯罪者として、捉えた軍当局者に、100万ドルを支払うと約束した、ロシア民族として、 そしてロシアの一市民として、ロシアのひなちかを促すことが自分の道徳的義務だと考えている。と、コナニキンは投稿の中で述べた、プーチンがウクライナ侵攻の口実として、ひなちかを挙げたことを逆手に取った発言だ。コナニキンは、ウクライナの国旗と同じ黄色と青の T シャツ姿の写真を Facebook のプロフィール写真にしており、投稿の中で、ウクライナと、 プーチンの軍による猛攻撃に抵抗する彼らの英雄的な奮闘に、今後も支援を提供していく、と述べた、大量殺人の罪で指名手配、と投稿も、イスラエルの英字シエルサレム、ポストによれば、粉キンはこれより前、ビジネス向けソーシャルメディア、リンクトイン、に、大量殺人の罪で裏地位見る、プーチンの指名手配、精神は問わない、という言葉とともに、 プーチンの写真を投稿していた。この投稿はその後、削除されたようだ。ソ連崩壊後に罪をなして注目される存在になったコナニキンは、投稿の中で、プーチンについて、ロシアで複数のアパートを爆破し、さらに憲法違反を犯して自由な選挙をなくし、複数の政敵を殺すことで、大統領の座についたと主張した。 プーチンが絶大な権力を握るきっかけになった1999年の高層アパート連続爆破事件がプーチンの自作自演と疑われているのは有名な話だ。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は2月25日に公表したビデオ演説の中でロシア軍が自分と家族を標的にしていると主張。敵は私を第一の攻撃目標に、私の家族を第二の攻撃目標に据えている。 と述べていた、米ワシントンポスト市の1996年の記事によれば、コナニキンは25歳までにロシアで100を超える企業を立ち上げた。また本人のウェブサイトによれば、コナニキンは現在ニューヨーク市を拠点としており、デジタル労働プラットフォーム、トランスペアレントビジネスの最高経営責任者、CEO を務めている。